出ない、はい、何番で打っても一緒だと、うんうんまあ、それはこうロフト通りに当たってないというのが原因だと思うんですけど、じゃあどういうインパクトがいいかというと、やっぱりアドレスした状態がややハンドパースっていうのがいいと思うんですね。で、それができない人はやっぱりここで好みの仕事ここからこう打ってしまう人が多いと思うので、そういう人に向けてのはい、悪い例はアーリーリリースですね、正しくはこういう感じ、あそこでこうなってでそのままこうハンドファーストで当たると、まず結構ここってすぐ治らない、うん、治りづらいと思うんですけど、はい、まず小さい振り幅から直しやすいので、はいはい、小さい振り幅でやります、はい、でやり方は一回普通にフリップします、で左手を外します、で左手で自分のこの手首をつかみます、これで小さい振り幅で最初にします。でこれは周りにリリースしてしまうとこのグリップエンドがいいね、よくキーバージョンをこうやって重ねてやるやつあると思うんですけど、それの小さいバージョン、はいはい、いいですね、いいですね、すごい感じなので、こう使って最初はこれぐらいからずつ練習してもらって、でこれはもうギリギリで腰の幅、振り幅ぐらいです、ね、でこのグリップエンドが自分の左手にこうバーンと当たらないように、当たると痛いし、なるほどなるほど、はいはい、自分でも分かりやすい、いい練習ですね。結局どのぐらいまでできるんですか、これぐらいまで腰幅が、はい、まあ、結構器用な人だと少しもうちょっといくっていう、はい、じゃあもうちょっと、じゃあ大きめの設定です、この辺、あ、はい、はい、で、当たりの、はい、で、またボールを、はい、はい、はい、OK です。ゴルフレッスンコミックに、私のレッスンが載っていますので皆さんぜひ見てください。